皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理用紙の布目です。こちら皆さんご覧ください。ディーン、ついにビーレジェンドからね、エネルギーゼリーが登場いたしますよ。名付けて必勝ゼリーです。布目さんがね、こうすごく作りたいっていう熱い思いがあった商品なんでね、今日はやっぱり布目さんにね、この商品について熱く語っていただきたいと思います。こちらの必勝ゼリーなんですけれども、はい、スポーツされる方は必ず試合の日って買ってきませんか、うん、エネルギーゼリー。そうですね、エネルギーゼリーとかやっぱり糖質たくさん取れるものは、ね、エネルギー源ね、何のためにこれを取るかってとこやっぱ考えて商品選ぶんですよ、はいはいはい、でその時にやっぱりね、試合前とかだったら、はい、エネルギー源になるものがいいなって思うんですよ、はい、そうすると炭水化物、はい、糖質が、しっかりと入ってるものがエネルギー補給として優れているので、はい、まずね、糖質の量を確認するんですよ、リマに、はい、できるだけ多く入ってるものを選ぶんですよ、はい、で他の条件としてはあとは、はい、その他に何が入ってるかっていうところで、はい、疲労回復とか、はいはい、そういうのも考えると、やっぱクエン酸、はい、クエン酸ね、はい、うん、が入ってるものがいいなと思うんですよね、はい、でそれでいて、やっぱり運動する前とかってあんまり胃にね、たくさん物入ってるとちょっと動きづらいじゃないですか、うん、はい、だからできるだけ少ない量で抗含有のものがないかなって見るんですよ、はい、探すわけですね、はい、なかなかやっぱりね、糖質の量をたくさん入ってるのってね、そんなないんですよね、うん、そうですよね、うん、何グラム取りたいんですか、うん、運動の前、はい、だと、ね、自分の体重1キロあたり1グラムから4グラムぐらいの、はい、糖質っていうのが必要になるんですよ。例えば50キロの人でしたら50グラム以上、さらに運動中ですね、合間とかにもですね、エネルギー補給必要で、それがだいたい30グラムから60グラムぐらいの、糖質がいいと言われています。そしてね、リカバリーですね、はい、はい、終わった後の、疲労回復用にも、糖質必要なんですが、これは、自分の体重1キロあたり1グラムですね、うん、アスリートの糖質のガイドラインっていうのがあるんですけれども、そちらではそう言われているんですね、はい、でもなかなかそういったのが世にないので。なるほどね。そう、それでいて、まあ、糖質だけだったりとか、はい、どのシーンでも使えたらいいなと思って、運動前でも、はい、運動中のエネルギー補給でも、あとリカバリーにも使えたらいいなっていう、なるほど、はい、ものがあって、でどのシーンでも使えるゼリーが作りたくて、はい、できたのがこちらの必勝ゼリーになります。お、なるほど、はい、特徴としては、はい、まあ、こちら1食分がですね 180g になるんですけれども、はい、その中で、糖質、炭水化物ですね、 56g 取ることができます。お、多いな。で多いです、ね、はい、でそれでいてクエン酸、はいはい、クエン酸が 2340mg 入ってます。めちゃくちゃ多いです、ね、はい、こんだけこの2つが抗含有で入ってる商品って他社さん見てもないと思います。あ、そこは言い切れるわけですね、はい、そうですね、はい、今回私このゼリーをね、のが作り出される工場で立ち会いに行ってるんです。あ、なるほど、はい、でその時にそこの工場の方たちも、うん、これだけのこの 180g の中に入れれる炭水化物の量としてもね、クエン酸の量としてももうこれギリギリです、これ以上はもう難しいですすごいじゃないですか、はい、こんだけとんがった商品そうそうないですっていうお墨付きを工場の方からいただきました。なるほど、はい、この名前もね、まずね、うん、必勝ゼリーっていう名前、うん、なぜこの名前になったかと言いますと、うん、勝負するときなんかちょっと須磨さんって験担ぎとかってしませんか。ありますね。例えば、うん、テーピングはこっち側だけ巻くとか、うん、はあはあはあ、そういう験担ぎもあります。なるほど、はい、そう、日本人って昔から験担ぎ好きじゃないですか、はい、ですし名前が必勝って必ず勝つっていうんですよ。やっぱり勝負どころでね、絶対に勝ってもらいたい、はい、っていう時にこの必勝ゼリーを、取っていただきたいと思って、うん、この名前にしていて、まあ、リンゴ味なんですけど、うん、パワーアップル風味です。おね、エネルギーたくさん補給できますので、うん、もうそれにふさわしいパワーアップル風味になりました。なるほど。事前に作る時に、まあ、テストで一回作って、東京で行われたスポルテックで、はい、約1000人の方にですね、うん、運動習慣のある方に飲んでいただいたんですよ。
やってましたね。はい。で、アンケートも書いていただいて、はい、そのうちですね、86% の方が美味しいと答えていただきました。860人ですね、じゃあ。はい、そうですね。なるほど。あとね、14%、プラス 14% の方がまあ普通ということで、うん、美味しくないって答えた方は 0.3% でした。あ、0.3%。かなり少ないですね。はい、そうです。ほんまに。はい。やっぱりビーレジェンドって味が美味しいというところが売りにしているところですので、はい、味はもちろんこだわってで、で、すっきりと、まあ、酸味のある、リンゴ風味ということで美味しく仕上がったと思っています。マジですか？スペックも素晴らしくて、はい、味もうまいですか？はい、まだこだわったところがありまして、こちらのですね、見てください、うん、あ、そうっすね。必勝メッセージ書いてプレゼントしたくなりますね、はい、そうです、そうです。もう差し入れに最高じゃないですか、ね、思いもここに書いて、うん、送ることができるという。これちょっと見えてないと思うんで、近くの枠に手書きで書いてあげて、ね、あげるという感じですね、はい、そうなんです。なるほど。で、今回ですね、まあ、こちらの1個売りもあるんですけれども、6個セットの箱でも、うん、販売します。で、この箱の裏にもですね、必勝メッセージを書いていただくことができるようになっています。なるほど。そこにもこだわったわけですね。そうですね、はい、なので、うん、やはり、こちらの必勝ゼリー、ま、作った思いとしてはですね、うん、頑張る人をね、応援したいという、そういう思いを込めて作りましたので、はい、ぜひですね、ま、ここ一番という勝負どころ、うん、これスポーツに限ったことじゃないと思うんですよ ね、 そうですね。今まさに受験シーズンですよ。そうです。やっぱり脳みそのエネルギーにもですね、実はこの糖質って、必要です。なのでですね、勉強してね、フル回転させた頭に、このエネルギー補給という意味でも必勝ゼリーすごくいいので。そうっすよね。テストとか ね、 ね、休憩時間にね、そうそうそう、しっかり糖質補給、そう、科目と科目の合間とかにエネルギー補給していただくのにもいいと思いますしね。しかもまたそうやって緊張してる時ってちょっと胃腸の働きも弱まっていたりとか、吸収力ね、そう、やっぱり緊張であんまり食べれないっていう方もね、いると思うんですよ ね、 ね、そういった方にもですね、胃にも優しく吸収も早い、ものになってますの で、 でまたですね、こちらに入っているそのエネルギー源になる糖質なんですけれども、まあ、主にですね、マルトデキストリンを使っています。糖質の中でもね、一番吸収が早いと言われている、糖質になりますので、すぐにね、エネルギー補給して、それがエネルギーに変換されやすい、はい、糖質になってますので、そういったところもこだわっています。なるほど、はい、まあ、スポーツしてる人でしたら試合の時持っていく方多いと思うんですけれども、私だったら、こういったもう絶対これで、最後勝負決めたいっていう大事な、まあ、決勝前とかね、うん、そういった時にこのゼリー使いたいなっていうふうに思います。そうそうね、試合とかこう何試合もあるんでね、うん、そうそうそう、僕も2試合とかある時絶対こういうのやっぱり持っていって、ね、最後やっぱね、消化に良くて吸収スピードが速いエネルギー源取りたいと思うので。そうっすよ、はい、最後の最後で足一歩出るか出ないか、うん、そういうところは多分こういう栄養摂取にかかってると思ってるん で、 そ う、 んで、はい、そういう時にぜひ取り入れていただければと思います。そう、だって必勝ゼリーですから。そうですね、必ず勝てる、そういった思い込みというか、うん、必ず勝つっていう、そういう思うことも大事ですので、ね、そういった意味でもですね、何もかもが縁起がいいんじゃないでしょうか。これは必勝ゼリーパワーアップル、はい、はい、パワーアップル風味ぜひ、はい、取り入れていただければと思います。思います。発売日の方がこちら2月5日の水曜日ですね、はい、お昼12時から発売開始となります。はい、1つの販売価格がこちら、はい、250円ですね、はい、こちらの、ね、箱売り6個売りで1440円となっております。はい、こちらの方がね、1個あたりに直しますと少し、お得になりますので、ご利用いただければと思います。はい、で、今は結構ね、こうスポーツ選手とかにすごくおすすめはしたんですけど、全然トレーニーの方にもね、おすすめできる成分だと思ってて、結構トレーニング前にね、脂質の低い糖質を取りたいっていうトレーニーの方たくさんいると思うんですけど、まあ、僕とか和菓子とか選んで食べるんですけど、これやっぱ成分的に見てると糖質すごい高いんで、トレーニング前のエネルギー補給にも最適だと思うんでね、そういった補給とかトレーニング後のね、糖質補給十分できると思いますんでね、そういった方にもね、ご利用いただければと思います。はい、では、栄養成分の方ですね、ちょっとお知らせしたいと思います。うん、はい、はい、まずエネルギーがですね、1個あたりこちら 180g なんですが、はい、223.2kcal、はい、でタンパク質が 0g、はい、脂質も 0g、 ゼロ、はい、で炭水化物が、56g、はい、これもイコール糖質の量です。
はい、で食塩相当量が 0.7g で、はい、クエン酸が 2340mg になります。いやすごく PFC もなんかトレーニー好みな、はい、スコアに振り切ってると思いますね僕は。はい、はい、よかったです。それでは今日のねこちら必勝ゼリーいいと思った方はぜひグッドボタンチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。ぜひね必勝メッセージ書いてこれからね大切な試合が控えている方受験とかもね応援になるかと思いますんでねぜひ差し入れしてあげてもらえればと思います。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。